ゆらりぶらりペロリ、どうもゆらりたべチャンネルのカズヤです。シャケ、はい、では松山城の続きからになります。いってみよん。はい、クポスト。あそこにすごいじゃん、西のポストになってんの。ここがポストなの。正岡式さんが好きって書いてある。見えない。松山やなんとかなんとか高き天守閣。ほうほうほう。え、すごい字余りじゃない。わかんない。天守閣575でしょ。そうだね。松山城、不能山より楽ちんだ。よし、できました。後輩くできましたね。あ、でも確かにな、昔の敵攻めるんだったら忍者とか登っていけそうな感じだね。松山城、石垣、すごいらしい。石垣、全国で最大規模を誇ります。へぇ、あ、桜だったんだこれ。おぉ、奥のがあれかな。すごいね。え、すごい広い。いい眺めであります。ほら、ここなんかすごいじゃん。この取り立った技術はすごい。トナシ門、中野門跡。うん、トナシ、これか、トナシ門。晴れてれば、でもすごい景色。晴れてなくても、うん、この観覧車のところが松山市駅ですね。松山城、筒井門と隠れ門。あ、これが筒井門で、隠れ門がそっちじゃない。あ、これだ。これが隠れ門ですね。なるほど、こっちから来ても見えないようになってると。隠れ門、実は回ってくるとこちらにも門がある。本丸広場開放時間夜が9時までやってるんですね。なるほど、なかなか大盤振る舞いなところです。だいたい4時か5時で閉まっちゃうんですけど、ここは夜の9時までやっているそうです。ライトアップもされてるんでしょうか。すごい木の匂いねえ。水門から見たら、上から見た隠れ門、中に入ったら、中に入られたらバレバレですね。まあそりゃそうか。うわー、あ、隠れ門続き櫓がその、これがってこと。櫓、おー、いいね。眺めがいいですな。石や物を下に投げないでください。今はそういった時代ではありません。敵は攻めてきません。おー、これは確かにいい景色だな。晴れてたら絶景かな、絶景かなでしょう。金鬼城、金の亀と書いて金鬼城。金色の亀が住んでいたと言われています。太鼓門、太鼓門です。おお、こっちに目を引かせておいて、こっちを向くと、ドドーン、松が邪魔でよく見えなかった。すごい、いい眺めでございます。素晴らしい景観でございます。松山城、こっちには松山の街並みが見渡すことができます。あいつはなんだ。松山城、重要文化財。あ、これは同じか。吉明くん。さっきも言いましたね、吉明くん。松山城へようおいでたなもし。ほう。ちゃんといいところに立ってるんだな、吉明くん。さすが元城主。
加藤義明でございます。はい、こちら義明くんのプロフィールなんぞがありましたのでちょっと覗いてみたいと思いますが、義明くんはですね、増山城の初代城主加藤義明にちなんで名付けられました。名前が義明くん、誕生日が1月15日、趣味が人との触れ合い散歩、特技が槍投げとなっておりまして、こちらがですね、昔七ヶ岳の七本槍の一人として、活躍された、とても槍の名手だったそうですね。ということで特技が槍投げとなっていますね。で、好きな食べ物がお餅、嫌いなものがスズメバチ、刺されちゃったのかな、好きな言葉は一期一会、いいですね。チャンポイントかわいいちょびひげ、自分もちょびひげの時があるぞ。よし、吉明くんのお散歩ブログっていうかその下にあるんですが、でこちらちょっと覗いてみたところですね、このように吉明くんがね、優雅にお散歩しながら写真を撮ってブログに書いてるのかなと思いきや、その下の方を見ると投稿者スタッフ、いやー、ここは吉明くんでいいじゃんね、吉明くんでいいじゃん、よしあきくん、はい、終わり、行ってみよう、次行ってみよう。あー、また出た、よしあき、あー、もういいんだ、お前はな、もういいぞ、はい、はい、バイバイ、またね、よしあきくん。松山城、近くまでやってまいりました。すごい迫力です。松山城様、七九門。まさかの、ちょっと青空も見えてきました。素晴らしい。やっぱり太陽が出てくると一気に気温も上がりますね。さっき肌寒かったんですが、もうちょっと汗ばむような陽気になってきました。暑い。検温所。ここから先はお金がかかるみたいですね。9時開門と。あ、はい。ありがとうございます。本丸本段入りましょうか。入り口。キャッシュレス終了しました。現金しかダメだって。何時までやった？何時までいいですかね。何時まで？5時までご参加いただけます。あ、ここが4時30分。あ、わかりました。はーい。あります。さっき買いました。これが七九門東塀。この穴から狙うやつですね。おお。一の門。すごい重要文化財。ここが二の門と。二の門をくぐりました。増山城本段配置図。三の門。あ、そこからもその下の攻撃ができるんだ。三の門、南矢倉。おお、見える。お、今ちょうど狙えるな。バキャーン。そう、弓矢、シュン。筋金門、ね、東塀。筋金門古天守、天守入り口、ここですね、天守入り口、穴蔵、天守入りましょう。こちらですね。さあ、5、城の中に入ってまいりました。おお、ちょうど晴れてきたから景色が見えるようになってきました。さっきいたところ、玄関多聞櫓、ここは特に撮影禁止等ではないみたいですね。お、北隅櫓だ。
様、鉄砲や矢を射るためにつけた穴で、もう桁穴で射るでいい。長っ、槍。これはネットでも見た侍の似顔絵ですね。VR で何か見ることができるの？やられたらしい。え？気をつけて。ああ、水平落ちてきた。VR 松山城。この VR のがこれになります。おお、来ましたね。おお、ちょうど太陽、眩しい。いいね。北側。こっからの景色も最高です。360度すべていいです。おー、君まろくん、ははあいつがちょこんといる。よしあきくんが一人ぼっち、全然いないね。もう時間だからあれか。かわいそう。当時だったらこの線もないだろうから。よしあきくん、ちょっと迷ってる。あ、来た。おー、すごい、引き止めた。よしあき、よしあきは見ております。あ、あの人いた。おぉ、撮ってる。二人組だったの。うん。これは城主になったらすごいいい気分だろうな。ここの緑の奥。何上？上あたり。ああ、あった。え、なんでわかる？道後温泉見つけました。ここのアートがちょっと見えてる。すごいすごい。すごいね、やっぱりこのズームは。素晴らしい。こんな見えちゃうんだ。方が危ない。急でござる。またいつものようにうちらが最後のお客さんですね。そして時間切り。ほう、仕切りもん。バッテリーがやばい。ここで出ます。さっきの上から下を眺めた時の、これでほぼ全部松山城の全貌を見ることができました。帰りますか。いないもん。すごい。帰りはリフトが17時で終わりということで、ロープウェイで帰ることにしました。温泉施設としては国内初の重要文化財に指定されています。早いロープウェイ、もう着く。到着しました。ありがとうございました。松山市駅戻ってまいりました。今からあの観覧車に乗りたいと思います。伊予鉄マースで観覧車無料券もついてるので、あれに乗ってから18時26分バスで空港に戻りたいと思います。観覧車たどり着きました。うん、ここが15分このルクルリンチケットがありますので、ただです。よし、乗り込みました。ここから15分ですね。観覧車の上からよく松山城が見えます。もうそろそろてっぺんに着きますね。これはやはり下を見ると結構高所恐怖症の人はだいぶ怖いかもしれません。夜だったら暗くて下があんま見えないんで、そこまで怖くはないと思うんですけども、昼間の方が高所感が出て怖さがあります。だよ。おー、ついにてっぺんに行きます。かわいい。観覧車夫婦で乗るのはこれは初となります。13年目で初観覧車、全然乗る機会がありませんでしたね。うん、夕日が綺麗です。本当は下灘駅でこの夕日を眺めるはずだったんですけど、やっぱり時間が足りなかったですね。いつも通り。下灘駅はまた次の機会にしたいと思います。空港駅のバスがあれの
どれかなんでしょうか。いまいちまだ分かってないので、着いたら探さないとですね。26分まで間に合うでしょうか。11分、あと15分でもうバスの時間になってしまいます。そしてまだ乗り場が分かってないので、また急ぐことになります。急げ急げ。無事に乗れることができました。バスの運転手さんに聞いてようやく乗り場所が判明いたしました。26分じゃなく30分でしたね。あと1分で発車時刻となります。よし、なんとかこれで無事に空港に行けそうです。はい、ありがとうございました。松山空港到着しました。20時20分の便なのでちょっとゆっくりして、あ、地域クーポン使わないとね。1107円残ってるので、これを空港内でね使っちゃいたいと思います。シャンパンタワー、うん、みかんのシャンパンタワーがあります。さすが愛媛県、ようこそ柑橘王国愛媛。おお、本当に流れてるじゃん。あれ本当に流れてる。あ、流れてる。すげえ。ジェットスター一番端っこでしたね。さすが。安いだけあって。でも JAL の隣。ここでチケットを出したいと思います。搭乗時刻は19時50分ですね。はい、これから保安検査に行きます。無事に地域クーポン2107円ぴったりという奇跡を起こしまして、ぴったり使い切りました。最高。まだぼっちゃん団子一つ買いました。ちっちゃ、まあ、普通のそんぐらいだもんね。あのでかいのすごいね。やっぱり何倍、5倍ぐらいはあったの。食べよう。うん、うん、おいしい。うまい。ぼっちゃんなんかこんな感じなんだ。想像してんのと全然違った。おいしいです。10時20分成田空港へ向かいます。ありがとうございます。よし、行きましょう。お、ジェットスター待ってますね。松山空港のさらばちゃん。ジェットスターのトイレはこんな感じですね。無事成田空港到着いたしました。予定より早く空港内に戻れたので、1本早い電車で帰ることができます。1本早い電車でですね、1時間以上かな、1時間は変わっちゃうので、だいぶでかいですね。今回は弾丸旅行ということで、実質日帰りみたいな観光コースだったんですが、十分楽しむことができましたね。予定してた下灘駅には行けなかったんですけども、今回はですね、天気もあまり良くなかったっていうことと、まあ、次回の楽しみができたということで良しとしましょう。ではですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。では皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。